さあ、ビクゾーさん。はい。前回、ポケモン実況者チャンピオンシップス大会覚えてますか、はい、覚えてますよ。ビクゾーさん何位ですか ?2 位でーす。東進さんに負けて2位。そう。負けた。で、俺、東進さんに負けて3位なんすよ。いやー、壁があった。壁があった。お互い東進さんにね、うん、負けて、まあ、東進さんが優勝したやつなんですけれども、まあ、もし何か、何かのミスで間違いがあったら、俺らが決勝戦する可能性あったんすよ。いや、ガチであった。A ブロック1位通過、うん、B ブロック1位通過だから、本当になんかあったわけなんですよ。そういうこと。で、なんだったら俺あれだから、レノさんには勝ってるから、ワンチャン俺が、うんうん、そのままレノさんと対戦してたら、うん、俺が決勝戦で投手さんと戦ってたんですよ。あ、そう、本当はレノさんと戦う予定だったんだけど、さすがに同じ絵だから変えようってなった。そうそうそう。だから、もしかしたら俺が2位で、ビクゾーが3位だった可能性もあるわけですよ。あ、確かに確かに。確かに。確かに、そういうことでしょ、うん、つまり、ここで、うん、本当の2位決定戦。いや、違う。もう一つの、うん、なんか、東進さんが参加していなかった時の、世界戦ね。世界戦の決勝戦。小物でも東進さん1回勝ってるから予選で。なるほどね。ということで決勝で負けた。はい、それをやりましょう。やりましょう。はい、最初はグーじゃんけん。はい、はい、グーショーグーショーショー成功ゴーゴー。よし、じゃあ1戦目。はい、いざ勝負。決めた。三振クロバッツ。わあ。そして俺が先行と。どうぞ。ドローします。実際デッキ相性的には俺ちょっとさ、ニーフィアがさ、うん、ザシアンにやられるから。確かに確かに。あ、そうだね。あ、でもどうだ、リボンバッジつけたらこっちもワンパンできるから。そうなんで、リボンバッジがね、サイド2枚しか取れないっていうのがずるいよね。はい。オーロラエネルギーつけます。了解。そしてトラッシュは三振。三振、了解です。これでバン終了だ。おい、オッケーだ。島田大地だ。島田大地だ。じゃあまずは、食いつくボールでツールスクラッパーを落とします。落としちゃっていいですか、スクラッパー。あ、もうね、落とさないといけない理由があるんですよ。なるほど。はい、ニーフィア V を持ってきます。はい、ちょっとあれだけ確認させて。いいよ。サイド落ちの1枚だけね、確認したいやつがあるんですよ。わお、落としたくなくなっちゃうな、これ。まあでもいっか、いいや、引きゃいい。そうだよ、引きゃいい。引きゃいいんすよ。はい、はい、じゃあシャッフルお願いします。はい、じゃあ、はい、ニーフィアに連撃エネルギーをつけて、はい、そのままデベカス使います。はい、なるほどね。はい、おお、結構痛いね、それね。そうなんです。ちょっとね、まあトリプル加速を置いといても連撃エネルギー痛いですね。うん、はい、じゃあここから、おお、これは辛いです。これは何もできない。じゃあドリームギフト使います。はい、ドリームギフトでなんとグッズを1枚ハンドに加えれます。はい、じゃあ持ってくるのはクイックボール持ってきます。はい、どうぞ。はい、じゃあこれで挽回します。はい、進化の効果あると。はい、あー、助かった。あぶねー。鋼エネルギーつけます。了解。いや、待って、ね、先行3周目だったんですよ。俺隠れ見ない、もう見れないもん、すでに。メタモン、ベンチ出す。はい、オッケーです。ポケモン通信でファイヤー V 山に戻す。まあ、最高の周りじゃん。そう、ちょっとね、今、いや、ポケツ引いてきた。助かったわ。まあ、最高の周りじゃん。まあ、とりあえず一旦ドローしないといけないので、はい。クロバット。了解。じゃあ一回山確認しまーす。オッケーだな。よし。あ、ここもしかしたらマジカルショット打つのありだったかもしれないな。あー、確かに確かに確かに。それはマジカルショットだな、これ、うん、普通に考えたら。俺入れ替えるのあったんだよな。あー、もったいない。やばいな、なんかそんな三振と戦う時、確かにマジカルショットで220まで削ったら次要求札低い。あら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 、クロバット。ライターセット6枚いきます。まあ、確かにミスったな。でもね、あんま三振スタートしたくなかったからね、怖かったんだよね。そうなの、三振結局殴らないといけないもんな。うん、あー、どうしよっかな、ここ。あ、ミスったな。うん、まあこの次のターン絶対ワンパンは耐えるから。なんでニーフィアフェアリータイプじゃねえんだ。なんでニーフィアフェアリータイプじゃねえんだ。お前フェアリーだろ、どう考えても。これどうしよっかな、これワンチャン使うか、ワンチャン使うか。三振倒してもザシアンにアルティメットレイで 3N つくでしょ。ポケモン通信でファイヤー V を山に戻します。はい、オッケー。あれですね、ザシアン、ザシアンない、サイド中、サイド中、サイド中、ザシアン、ザシアン何枚？2枚。さすがにね、あるわ。さすがだよ。さすがにあると。さすがにね、オッケー。またウルターレアの方持ってきたかった。なるほどね。持ってきたかったよ。なかった、なかった、それはなかった。はい、そう。で、シャッフルお願いします。じゃあザシアン出して、了解。博士の研究、了解。そして
7枚引きます。はい、あとは何もしなくていいかな。うん、じゃあこれでウルトラジェネシス GX OK です。さあ終了です。僕の段ドローします。わお、わお。さあじゃあまずはニンフィア VMAX に、はい、進化させます。はい、どうぞ。クイックボール使います。どうぞ。ポケモン入れ替え落とします。はい、はい、じゃあ持ってくるのはまあ多分鉄砲魚なんですけれども、ちょっと待ってくださいね。確認大事。あー、いない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 。まあいいや、あ、大丈夫だ、関係ねえ。よし、じゃあ鉄砲をそのままベンチに出します。はい、どうぞ。穴抜けの紐使います。あー、どうぞ。なるほどね、穴抜けの紐です。穴抜けか、はい、まあ、絶対どれかは落ちるから、まあ、クロバットでいいでしょう。了解です。はい、じゃあ僕は、ニンフィア、はい、出します。はい、果たして本当に落ちるかな。果たして本当に落ちるかな。落としてくれよ。むしろ落としてくれよ。果たして本当に落ちるかな。クイックボールを使います、はい、じゃあここで進化の子を落とします。はい、いや結構もうなんか、まあ、でも4色揃えばいいんでしょ。そうだね、4色揃えばいいんだけど、ででんねにしよっかな。ほう、なるほど。さすがにね、さすがにこれはねきついわけですよ。うんうんうん、うん、そうだね。はい、じゃあシャッフルお願いします。はい、まあ、そっか、エネもないとダメだもんね。そうだね。はい、どうぞ。はい、じゃあエネルギーはマジきついけど、はい、本当はね、マジでね、マジできつい。3枚目の連撃だからね。ででんね使います。はい、しかもオクタ、オクタ落ちる、オクタ落ちる。まあでもオクタまだいるの、うん、ちょっと確認してるから。オッケーオッケー。いやー、なんかあんまり俺的にはいい周りをしてないですね。僕の動画にしたいですね。あー、ダメですね。絶対に倒すんだよ。あー、大丈夫でした。はい、メターを出させていただきます。うん、じゃあクイックボールも使います。はい、黒帯落とします。 OK です。黒帯落として持ってくるポケモンは持ってきません。持ってこない。はい、シャッフルお願いします。はい、シャッフルお願いします。そのままコルニーの気合だ。はい、コルニーの気合で4枚4枚いけます。1,2,3,4枚。4枚 OK です。4枚カードを引いて、はい、はい、じゃあこのまま大ハーモニーを使います。大ハーモニー、なんとベンチのタイプの数かける30、1,2,3,4 種類の120+70の190点。はい、倒されます。倒します。2枚取ります。2枚取られる。ただニンフィア弱点やもんね。そうなの、ワンパンなんです。ラシナ行きます。ワンパンなんです。とりあえずこれやっとこうか。ポケモン通信で、はい、クワガノン V 山に戻します。ほう、で、ファイヤー V 持ってきます。ファイヤー V、うん、OK です。はい、じゃあシャッフルお願いします。了解だ。で、ベンチ出して邪炎の翼。俺マジで優勝したいから。やだよ。アクエネルギーピンで刺してるんですね。ああ、強い。邪炎して、オーロエネルギー貼って、あ、これでもうあれだね。そういうことです。メタルトランスで打てるようになります。キューコン V トラッシュで、メタルトランス、はい、で、エネルギーを移動して。そうなんですよ、あのマニューラのね、シャドウコネクションじゃね、これは移動できないんですけど、そう、こいつはできるんですよ。鋼エネルギーなんですね、基本じゃないから。基本は入ってないんで。はい、強い強いぜ。じゃあこれで風船つけとくわ。はい、うん、OK です。じゃあこれで、ブレイブキャリバー弱点で、460点。あ、違うわ。あ、まあいいや。はい、460だから520か。あ、全然違う。全然違う。じゃあサイド4枚ですね。OK です。ついてないですね、バッチね。はい、バッチついてないです。はい、じゃあサイド4枚。はい、OK です。はい。僕のターンドロー。もう絶対にここやらないといけないことは決まっているんだ、僕は。水の音を張ります。なるほど。リセットスタンプです。はい、リセスタ来たー。いや、踊り時起きたかったんだよな。そうだね、起きたかったんだよな。じゃあ2枚ね。はい、 OK です。はい、いやでも、もうここは220が出ないんだよね、デデンネで。いや、これボスだな、多分ボスだな。だからボスでも脳死三振で、うん、で、三振でワンパンされないように前を出すしかないんだよな。確かにね。ボスの指令、はい、三振、はい、ちょっともうマジでね、キッツキツです、うん、助けてほしい。ここまではトータ君じゃなくても平気。いや、もう 3N の方がいいかな。なるほどね、こっちも 3N。 あ、逃げ、そっちも3なんだ、うん、あー、確かに。いや、なんだ、トータ君にして恨み出ることあんの。ポ返しネットぐらい。いや、じゃあトータ君でいいや。うん、トータ君の方がいいな、威力少ないしね。そうだね、トータ君出す。で、キャプチャーエネルギー張ります。はい、せっせいせっせいせっせいせい、ニンフィア V 出します。はい、まだまだいる、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 大丈夫。
で、さらに V 変化、はい、2が、うん、で、ヒットポイント200、はい、で、ドリームギフトだな、はい、ドリームギフト、いやー進化までいけないのやばいそんなことある？進化の音、はい、こんだけハンドがあってねえきつかった。いやこれ終わりそう。ちなみに、うん、リグゾーどう終わる、うん、一瞬で終わったりする？多分ね、うん、終わる。マジ？そうします。あー、まあまあまあ、これなくても、手張りします。はい、メタルソーサーじゃないや、メタルトランス3円でつけます。逃げます、はい、逃げる。メタモン前、メタモン、で、メタルトランス、はい、V 変化、 V 変化、何が来んの？3だで、これで V が 1,2,3 出てる。3N で3N で打てるな。 1N で打てます。 1N で打てる。で、雷鳴蹴り、オルタジェンス込みの230点で200点ぴったしで倒しまーす。200点だ。うまいうまい俺さ、俺の動画でいいか。ダメです。俺さ、シティリーグちょっと実は控えてるんですよ、うん、この環境で出るんですよ。あ、ビクトさん、俺にその三振バレット教えてもらっていいですか？いや、ニーヒーはね、まあ、うん、好きなんだけど、結果残してかなりいいんだけど、うん、実はコクマにきついんですよ。あー、確かに確かに。で、もう何のデッキに切ろうかな、今めちゃくちゃ考えですよ。わかったわ、三振バレット。いいよ、特訓しようか。じゃあ特訓させてください。三振バレットのデッキ作りよう。いや、割とね、これマジ環境トップだと思うよ、このデッキ。うん、確かに、うん、レックザ出るまでは強い。そう、だから俺レックザ出る前にシティリーがあるんで、うん、三振バレットでいく。ニーヒーは、ニーヒーは解凍。まあでもニーヒーは強いんだよ。うん、違う、ちょっとそれが今回、まあ、うん、まあ、そう、バツかったのと、ちょっとつかんかったしね。いや、でもね、バッチはね、ついても関係なかった、結局。あ、まあね、この試合は関係なかった、うん、あと俺のプレミだね、多分ね、マジカルショットワンチャン打ってて三振と、あ、でも三振取ってる。いや、あそこ、マジカルショットさえてたら俺はオリジネ打ってないわ。そう、いや、オリジネ、あ、そうだよね、オリジネ打たないよね、うん、打たない。つか、だって、うん、まあそうだよね、そうだよね、そう。いや、でもわかんないから、まあ、打ったら、でも俺はオリジネ打つプランじゃなくなるから少しきつくなった、ね、少しきつくなったから、うん、少し要求値が高まった。うん、まあそういう感じで、まあ、残念ながら今回勝てませんでした、はい、V 変化ってあれだよね、ついてるカードトラッシュしないよね。あ、しない、うん、全部引き継ぐ。そうだよね、全部引き継ぐんで、うん、多分大丈夫です。うまくね、これ。いや、うまかったマジでうまかった、うん、あのね、それはね、俺もね、全く想像してない考えてないいやー、まあ、ワンチャン。いや、でもそれでもね、確か200点まで出るって考えてても、うん、俺トラッシュに別に200点以上ヒットポイントなかったから、ね、そうだね、進化できないとダメだった。ウラス、ね、そう、ウラスいなかったんすよ、うん、ウラス VMAX がいなかったんすよ。 VMAX 落としちゃったもんね。そう、1枚最初に落としたあとサイドだったから、うん、もうウラスは戦えないと思ってな、いや、ウラス戦えない、うん、戦えないよ、ウラスは。まあ、ウラス出せた方が多分でも楽だと思う、うん、なんかザシアに弱点使えちゃうしね。まあそうだね、うん、まあウラスできたら俺ネクロズマで戦うけど。ああ、なるほどね、結局ね。ネクロズマもいんのかい結局どうできれば弱点つける、ね、はいはいはい、はい、という感じの敗戦でした。ありがとうございます。